連敗脱出はやっぱりミラクルエイドでした。加藤翔平選手です。まず今シーズン初安打、そして初打点、大きな仕事になりました。あの打席の感触、そして思いを聞かせてください。いやもう感触とか全然覚えてないですけど、とにかく痺れました。局面としても2打席目が回ってきて、しかもみんなが繋いでチャンスへ回ってきましたね。どんな思いでバッターボックスに入ったんでしょう。そうですね、やっぱりみんなが繋いでくれた、チャンスでしたし、今大島さんがいないですけど、大島さんがいない時に、なんとか、戦える位置で大島さんを戻ってくるまで、待っていたいと思うんで、とにかくその一心で打ちました。何しろ今ビデオにも映り込みましたが、強いガッツポーズ、気持ちがこもっていたかと思うんですが、この今シーズンの初安打というのは何か大きな一歩になったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、自分自身も、シーズンの初安打が出てよかったですし、チームとしてまず勝ったことが一番嬉しいです。そしてプロ野球は3年ぶりに迎えるお客様がこれだけ入っているゴールデンウィークを迎えます。練習を回路に行かなければいけません。連敗なしです。皆さんにご一言お願いします。また明日から、今日は今日でも終わったので、明日からまた一から頑張っていきたいと思います。明日からも応援